この度は久保田コンバイン DR7130 にご試乗いただきありがとうございます。こちらは2023年2月発売、久保田史上最高の作業能力、機能性を兼ね備えたフラッグシップコンバインです。まず注目いただきたいのがこちら、久保田では初となる7畳狩りです。トラック積載時に部品を外す必要がなく、そのまま積載可能です。移動時の時間ロスを削減できるので、作業能率がより向上します。さらに仮取り部の上部空間が DR6130 に対してプラス 50mm となっています。長官高ボリューム作物でも搬送姿勢が良く、脱穀負荷も軽減します。では機械に乗ってみましょう。キャビンはいかがでしょうか。ディオニスで好評の運転席内のレイアウト、ワイドスペースキャビン、全面ワイドガラスを継承しており、ゆとりを持って作業が行えます。それではエンジンを始動してみましょう。ご好評いただいているラフガリレバーは、レバー操作一つで刈り取り状態にセットしてくれるので、誤操作を防ぎ安心して作業が行えます。では主変速レバーを前に倒して刈り取りスタートです。全面ワイドガラスなので、刈り取り部先端が見やすいですよね。現在周囲刈りをしていますが、あぜに対して余裕を持った作業ができています。6畳刈りから7畳刈りへの刈り幅拡大分を機体右側に集中させ、刈り取り部から車体が出ないレイアウトとしているので、ストレスが少なく運転ができます。四隅の刈り取りも進めていきましょう。7畳刈りだと旋回スペースの確保も余裕を持ってできますね。更新時は死角も多いため、バックカメラで安全を確認しながら運転しましょう。次に中割り作業に入ります。刈り幅が拡大することにより、中割り時の未刈り株への泥寄せも軽減できます。現在およそ秒速 1.8m で作業しています。7畳刈りで業界最速ながら、高出力エンジンと自脱型最大の 1300mm 小軌道を備えた脱穀機を搭載しているので、スムーズに安定して刈り取りできています。こちらのカラー液晶モニタ数値をご覧ください。食味終了センサーを搭載していますので、収穫と同時に生もみの水分値とタンパク含有率、収量を計測し、それを表示しています。さらにオプションのメッシュマップキットを搭載していると、圃場一筆ごとの管理に加え、圃場内での食味収量まで細かく測定できます。翌年の施肥計画など経験や勘だけでなく、データに基づいた計画策定にお役立ていただけます。またこちらの機械は直接通信ユニットを搭載していますので、機械の稼働状況が自動的にサーバー、久保田のスマートアグリシステムケーサスに送信されます。そのデータをもとに警察上の作業日誌が作成されるので、作業者の日誌作成も楽になります。また、前納期で機械の稼働情報を得ることができるので、メンテナンスの適正な時期を知ることができます。グレンタンクがいっぱいになりますので、もみを排出しましょう。DR6130 同様、高速排出アンローダーを採用しています。また、もみの排出可能範囲を右側前方に拡大したので、このように搬出状況の確認が
楽な姿勢で行えます。さらにアンローダ先端カメラがついていると、もみ排出時に排出位置や溜まり具合を運転席のモニターで確認できるので、より効率的に作業が行えます。さて、こちらの圃場の刈り取りももう終盤です。7畳刈りでは刈り取り畳数が増えたことで6畳刈りと比べて車速を落としていますが、作業能率では7畳刈りが上回っており、プラス1畳の差をお分かりいただけたかと思います。実際に6畳刈りとの作業比較をしたデータでは、60m×60m、およそ 40R の圃場において作業時間が約 10%、 旋回回数は約 11% 減少するという結果となっています。作業時間だけでなく旋回回数も減らせるため、圃場の荒れを抑えられる点も大きなメリットですね。刈り取りが終わりましたので清掃をしていきましょう。各所にオープン機構が採用され、清掃だけでなく点検、メンテナンス時の手間も大幅に削減されています。まずは小木道と灰原チェーンです。小木道がフルアップしますので清掃が容易に行えます。同時に灰原チェーンも大きくオープンしますので、万が一の詰まった時もスムーズに清掃が行えます。次はカッタ後部カバーです。ハンドボルトを2本外すだけでカッタ後部の開閉が可能です。カッタ部の清掃点検が容易に行えます。そしてグレンタンク側板です。こちらの側板を大きく開閉することができます。間口が広く確保できるので清掃時の負担を大きく軽減できます。品種切り替え時も取りこぼしが少なく安心です。いかがでしょうか。これらのオープン機構により清掃はもちろん、メンテナンス作業もより効率的に行うことができます。トラブルなどによるダウンタイムも大幅に削減し、刈り取り作業に専念できるようになっています。この他にも刈り取り部と水水デバイダーの同時注油が可能なスイッチや、手漕ぎ時にエンジン回転数がダウンし安心して手漕ぎ作業が行える手漕ぎ安心機構などを搭載しています。以上、 DR7130 の試乗を終わります。誠にありがとうございました。